材料紹介をします。まずこちら、富士食品のごまだれですね。本品1に対して水1の割合で使います。でこちらの商品の特徴は麺類のみならず、まあ、サラダですとか、あと唐揚げのソースとしても使います。非常に汎用性のあるソースです。で本日は、サラダうどんでご案内したいと思います。他の材料となりますと、こちら先ほど作りましたうどん、ささみ、きゅうり、トマト、あと野菜です。こちらでサラダうどんを作りたいと思います。うどんを茹でます。茹で上がりましたら、冷たい水もしくは氷水で麺をよく洗って締めます。ここでよく水を切ります。本品1に対して、水1の割合で、割ってソースを作ります。あらかじめ、冷やしておくとより美味しくなることになります。ここでよくかき混ぜます。先ほど作りましたうどんを盛り付けます。続きまして野菜ミックス、トマト、キュウリ、ささみ、ごまだれソースを適量振りかけまして出来上がりです。